ミアム上関日本に強行ちょっと待った、これ以上岩井姉妹決めたら日本が廃る、今上関原発の現場各校頼んだで何が起きているのかという、ちょっと長い題名なんですけど、記者会見をこれから始めさせていただきます。よろしくお願いします。ちょっと待って、これ音来てないって言われてる、音が来ていない、でも他はい、進めていこうと思います。大丈夫です、はい、なるべく質問を受け付けたいの で手短にまずそのどうしてこの記者会見をしようというふうに至ったかという概要からいきたいと思います。で鎌中担当します。まずこの地図なんですけれども、上関、田野村、岩井島と3つの地名があるんですけれども、でどこにあるのかといいますとですね、瀬戸内海の市町の九州の、入り口の方にあります。山口県です。で上関町というのはですね、長島という大きな島と岩井島があるんですけど、田野浦はちょうど岩井島に向き合った、小さな湾なんですね。でハートの形をした岩井島のちょうど真正面にありまして、岩井島の人たちが住んでいるのは、今その一番下の地図の小さく岩井島と書いてあそこだけに人が住んでおりまして、窓がですね全部田野浦の方向に向いておりまして、あそこが原発建設予定地なので、もう嫌なしにもし立ってしまうと毎日それを見なければいけない、そして間に遮るものが何もないという環境にあります。で28年前にこの計画が持ち上がりまして、その時にですね一切岩井島には説明がありませんでした。でこれはその当時の上関町の町長が誘致をしようということで、勝手に決めたものなんですけれども、それはその日本海側で中国電力が原発建設反対運動にあってどこにも建てるところがなく、その上関町長の当時の、誘致に飛びついて、やってきたんですが、その当時はまだ町の全体の決定にはなっていなかったんですね。ところがどん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 規制技術が作られていきまして、で漁業保障漁業権を買い取っていくということを中国電力でやり始めたんですけれども、ちょうど10年前にですね5億4000万円を中国電力が、いきなり何の説明もなく岩島の 漁協の口座に振り込んできました。でそれを岩島漁協はすぐ送り返して即日送り返したんですけれども、それからですね、中国電力は他の7漁協、それまで8つの漁協がある7漁協は漁協権を売り払って、で半額は払ったんですけど、残りの半額は払わずに10年、ついこの間は経ってしまいました。